おおきに、こたつはんです。今ですね、烏丸御池駅前に来てるんですけど、今日は京都っぽい手の込んだ朝食を食べれるという伊万里というお店に行ってきたいと思います。烏丸御池の6番出口からスタートしたいと思います。完全予約制、本日完売。本日の朝食はご予約にて完売となっております。やって、じゃあ今から中に入っていきます。それでは行ってきます。朝から人いっぱい。お茶うま。朝食のメニューが1品だけやから、それを頼みたいと思います。頼まんでも運ばれてくるのかな、多分。あ、来た来た。土鍋ご飯です。はい、お気に。はい、おー、来た来た。本日の番台がかぼちゃのそぼろ煮と茄子のオランダ煮です。ご飯避けておりますので混ぜて召し上がりください。はい、これは朝から豪華やな。じゃあ土鍋オープンしていきます。いくで、オープン。よっ、おー、いいね。ちょっと混ぜた方がいいかな。うまそうやな。よいしょ、よいしょ、うん、よいしょ。土鍋で炊きたてのお米をいただきます。うん、米がな、一粒一粒しっかりしてる。ツヤツヤしてて立ってる。うん、じゃあ次はお味噌汁飲んでいきます。これな、中になめこが入ってるわ。うん、じゃあ次はお漬物も食べます。いただきます。おお、おお。じゃあ次はお魚食べていきます。よいしょ、よいしょ。いただきます。うん、あ、めっちゃ身がしっかりしてる。魚うまっ。皮もな、しっかりめに焼かれてるから、これも食べれると思う。よし、うん、皮も美味しいわ。じゃあ次、かぼちゃとミンチかな、これは。
食べていきます。いただきます。なんやようわからんけどうまい、うん、とにかく優しい。朝食にはこの味付けしかないっていうぐらい優しい、うん、ちょうどいいライン。じゃあ次はだし巻き食べます。分厚いな。いただきます。うん、めちゃめちゃふわふわしてる。このだし巻きなかなかやばいわ。じゃあ次にサラダ食べます。よいしょ。上にはキノコが乗ってるわ。いただきます。多分なこれごまドレッシングで中にひじきが入ってる。うん、うん、熱くなってきた。じゃあ次はおナス食べます。いただきます。うん、じゃあ次こいつら食べていきます。いただきます。俺昨日電話して7時半に予約しようと思ってんけど、予約がその時点でいっぱいで取れへんかってん。で今9時半に来てんねんけど、そんな早うから人来んねんな。じゃあ最後いただきます。はい、今食べ終わりました。全部ごつ。すみません、お会計でお願いします。はい、すみません、ごめんなさい、大きいのしかないです。はい、お願いいたします。はい、じゃあ帰ろうか。すみません、大きいんでした。ここな夜のメニューも美味しいらしくて、おばんざいと、お作りで天ぷら、炭焼き、京風おでん、一品料理、土鍋ご飯、締めのものでデザートになってんねんけど、また夜も来ようかな。はい、今伊万里の朝食を食べてから家に帰ってきております。で今回の朝食がどうやったかって言ったら、まあ量で言えばお腹いっぱいになった。ほんで味やねんけど、まあ内容的に食べてからうわこれやばーみたいな感動的な味とかではないねんけど、いい意味で普通に美味しかった。でもその中でもだし巻きが特に美味しかったかなっていう印象やな。ほんであの朝食が1500円やねんけど、なんで朝食に1500円払うのって躊躇してまうんやろな。ランチに1500円はなんか払えんねん、晩飯ももちろん払えんねんけど、朝食に1500円ってなんか高いなって思ってしまうねんな、同じ一食やのに。まあまあまあそれはええか、まあそれはええとして、1500円の価値があるかどうかって言ったらどうなるの、難しいけど、土鍋ご飯とか、まあ一品一品手も込んでるから、まあまあまあ手が込んでる分妥当なのかなと思うな、うん、朝食で1500円って聞いたらなんとなく高いなって思う人が多いと思うねんけど、たまに食べる豪華な朝食と思えばまあありかなと僕は思いました。お店の使い方のイメージとしては、京都旅行に来て朝食のついてないホテルに宿泊した場合、朝起きてあそこに朝食を食べに行くみたいな流れが一番使いやすいというかイメージしやすいかなと思います。朝食がついてないホテルとかやったらその分料金が若干安いと思うから、その分を1500円の今回の伊万里の朝食に当てるみたいな形で使ってもらったらいいと思います。最寄り駅の烏丸御池の周辺の観光地で言えば三金神社とか二条城とかもあるし、あとは錦市場で電車に乗ったら、京都一番の繁華街である河原町とかもあるし、まあ、そこにはね、八坂神社とかもあるんで、まあ、観光地にもアクセスしやすいというのもいい点だと思います。で一つ注意点として、大人気の店なんで絶対に予約はして行ってください。じゃあね、今日はこの辺りで動画を終わりたいと思います。それでは最後までご覧いただきお気に、バイバーイ。